はい。どうも、皆さん、おはこんばんにちは。春名館長と申します。よろしくお願いします。今回はですね、えー、っと、まあ、何回か、もしくは2回ぐらいかで、えー、ちょっとですね、私の買った、えー、商品をご紹介したいと思います。まず第1弾は、こちら。チューャーアズラセドナイヤーフィット。ハードタイプで、 ございます。イエーイ皆さん、えー、多分ね、これ有名どころだと思います。えー、アズあずらのセドナイヤーフィットです。まあ、ライトとかもね、先に出ましたけど、えー、この、なんて言うんでしょう。高フィット感で、えー、クリアーなサウンドの響きだったりを、えー、要する、 アズラのイヤーピースになりますえー、そもそもなんでこれを買ったのかということを、えー、お伝えしたいと思いますえー、っと今からお見せするのはえー、いろいろイヤーピースを、えー、何にしようか迷う人向けのえー、製品というか迷ってしまう製品になりますじゃじゃんこちら皆さんご存知でしょうかえー、ケンブリッジオーディオのメロマニアですメロマニア1ですはい えー、このメロマニア1ですね、実はもうちょっと外したくないんですけど、ステムがめっちゃ太いです。6ミリメートルぐらいあるんじゃないかな。大体多分あります。まあこの内径とかで5.4とかなんで結構ね、はめるの苦労したんですけど、えー、まあそれからもわかる通りですね、なかなかフィットするイヤホンがありません。本当にないんです。イヤホンとかイヤピースがないんですよね。で、 えっと、付属のイヤーピースで、えー、ウレタンのやつとあとシリコンのやつがあるんですけどもウレタンのやつって結構やっぱ何て言うんでしょうあんま対耐用年数というかまあ,あの耐性がないというか、えー、そういったので結構劣化しやすいっていうのがあってあんまり嫌だというのがまず1つあります。でもう1つについてなんですけどもシリコンのイヤーピースに関してはあんまりフィットをしなかったんですよね。 でそっから実はこいつのイヤーピースのた、えー、探す旅が始まりました、えー、直近だとフェンダーのシュワーシールチップスを使っていたんですけどもえっと内径を無理やり広げすぎてやっぱ割れるんですよね本当に避けちゃってなその軸のねこうはめる部分が避けちゃってどうしようってなった時に いろいろイヤーピースを買っている最中でこのセドナイヤーフィットにたど、まあ、り着いたというところです。まあ、以前からねですね、えー、この商品は、まあ、有名どころでもあるんで、まあ、知っていたんですけども、あんまり注目はしてませんでした。どっちかっていうと、私はこうフェンダーのシュワーシールチップスに、なんていうんでしょう、心を奪われたというのが正しいでしょうかね。えー、そういった、えー、感じですので、えー、非常にですね、ちょっと迷いました。普通のシリコン、なんていうんでしょう。 なんかえっとシュワーシールチップスじゃないシリコンはいらないだろうみたいな,なんかどれも同じだろうみたいな感じで思ってたんでまあでもまあどうなんだろう手をつけてみていいんだろうかというところで手をつけてみましたはいっていうので、えー、はめて、えー、買ってはめてつけてみたんですけどもえー、っと非常にね高フィット感な感じでしたえっとシュワーシールチップスにはほんの少し劣る 点はあると思うんでですすけども非常にフィット感は最高です本当にあのやっぱねイヤーピース変えるだけで変わるよ本当にイヤーピース変えるだけで変わる本当にえっと皆さん騙されたと思って試してみてください本当に変わりますでえっとそう、えー、フィット感もすごいいいですしクリアに、えー、音を届けてくれるっていうのもすごくありますですしえっとやっぱ医療用のシリコン を使っているので非常に耳が痒くなりにくいですし違和感がそんなにないですそれは本当に良かったねってな感じですねでえっとメロマニア1に装備したところですねクリアになるとともに、えー、低音が少しやっぱり増しましたねちゃんとねちゃんと増してますというところも含めて非常にバランスの取れた、えー、音を奏でてくれるっていうような、えー、機体に仕上がりましたちょっとね片付けますね でえちなみにこれ、イヤーピースの S サイズを、えー、やってます、あずらのね、S サイズをつけてます。えー、S サイズだとですね、普通に、えー、はまって充電もできます。なんか、価格 .com のページだと、M サイズか L サイズをはめて、なんかだめだったみたいなのが出たんですけども、えっと、出てたんですけども、まあ、ちゃんと S サイズでもいけます。はいでプラスですね、実はもう一つ変えている製品があります。 えー、皆さんご存知ですね、えっと、マービンのエアー10になりますエアー10ねうんマービンのエアー10ですエアー10もですね実は、えー、普通にシリコン製のイヤーピースが入ってます結構ね特殊な形状をしているんですけどもそれがですねどうも耳の中にフィットしにくいという感が、えー、私の中にありました、えーまあ、そんなところでですね、えー、このセドナを使えば なんとかフィット感増すんじゃないかなと思って、えー、つけてみましたところすごくフィット感が良かったですもうありえないですねなんかすごい前のより車音性も上がるしピタッと吸い付くとまではいかないんですけどピタッとくっつくみたいなそういった印象を受けますで、えー、クリアな重点音を割と奏でられるようになったなと思いますまあこいつの えー、イヤホンの特徴上、まあ、重低音メインにはなってしまうんでまあクリア感が増したとしてもやっぱボワンっていう音はそこまで消えないんですけども、まあ、それでもですねかなり聞きやすい音に仕上がるだったりとかなんて言うんでしょう上品なあ音声特質になったんじゃないかなというふうに思ってますとそうですねそんなところでしょうかねかなり。 なので結構ねこのセドナイヤーフィットはいいかもしれないいろいろね私買ったんですけども、まあ、その中でも、まあ、a t 0 8アコースチューンの、ね、a t 0 8も結構良かったんだけどこのセドナイヤーフィットも確かにいい確かにいいですなので、えっと、皆さんですねお買い求め遊ばせをされる際は、えっと、このセドナ、ね、イヤーフィットは、まあ、非常にいい製品のね一つ だと思う,は思うので、えー、ぜひぜひですね選んでほしい、えー、製品かなと思ってますすごいいいですよこれうんっていうところですねはいということで今回はえー、アズラのセドナイヤーフィットの、えー、ご紹介でした下の概要欄にですねリンク貼っておくのでぜひぜひチェックしてみてください ということで、また次回の動画でお会いしましょう。はるなでした。バイバイ。